ケルザレクが何を仕掛けてくるか心当たりはあるか、キサラ。何か強い精霊術を使うのを見たことはない。武器の扱いも特に長けているわけではないと思う。ただ時々何か妙なものを連れていたことがあった。妙なって何？わからない。何も見えないのに確かにそこにいるのを感じた。ズーグルの一種かもしれない。目に見えないズーグル。用心した方が良さそうだな。喉笛に食いつかれて初めて気がついたなんてことにならないように。奴隷に裏切り者、どちらもこの宮殿への立ち入りを許した覚えはないぞ。本当にあなただったのですね、ケルザレク様。口を聞く許しを与えた覚えもない。わきまえろ奴隷が。これがあいつの本性ってことらしいな。どこにもへそ曲がりはいるってわけだ。いや、結局あいつが普通なのかも。ケルザレク様、メナンシアのスルド第一の側近ともあろう方がなぜ反逆を？好きであの軟弱者に仕えたわけではないわ。奴隷の身では知るまいが、力ある者はスルドの座を争い、及ばずは問答無用で、新たなスルドを主と仰ぐが我らの定め。そこに選択の余地などない。それでも主が王を目指すなら使いがいもあった。だがデュオハリムにはその意志がなかった。そうだ、それがどういうことか貴様らにわかるか。栄達の望みもないままスルドブリガが終わるまで耐えねばならぬこの屈辱。俺たちダナのことはまるきり抜け落ちてやがる。それで裏で暗躍し、それを知った兄を闇に葬った。全てはこのメナンシアを正しい姿に戻すためだ。レナとダナ、支配者と奴隷のあるべき秩序の形を。黙れ！何が正しい姿だ？何があるべき秩序だ？兄は、兄さんは真剣に誰も傷つかずに済む世界を夢見ていた。代わりにお前はあの死の湖を作った。お前は兄さんの仇だ。覚悟！貫け！
下がった方がいい。私に任せとなる。気象の奥は切り開く。はっ、支援長かい。ドレスベルト、やっと、やっ、フルーズに行け。逆の奴隷風情が。鋭度に取って変わる望みもこれまでだ。取って変わる？バカな。鋭度の資格はマスターコアだ。我々が勝手にできるものか。なら、お前は何がしたかったのだ？自分の主を見限ったんじゃなかったのか？そうとも。だが、スルドは他にもいる。他にも？それは。え？
それでガテンが言った。デュオハリム、今までどこにいたんだ。後始末だ。ケルザレク、もう作ることはできない。デルガイの果実、生産施設まで突き止めなさったか。そうだ、もう跡形もない。だが疑問が残った。この果実は明らかに尋常のものではない。それにあれだけの説、お前の一存だけでどうにかなるものではない。なるほど、多量の差し金だったとはな。ミハグサールか。今さら聞いて何となさる。どうせこたびの鋭ぶりがは間もなく終わる。閣下にも懲罰は下るやもしれませぬな。罰ならすでに受けた。これをもってスルドとしての最後の務めとしよう。行け、ミハグサールなりガナスハロスなり、お前がふさわしいと思う主のもとへ。いいのか、兄貴の仇だろ。そうだな。でも所詮あの男はありふれたレナの一人に過ぎない。そうですね。結局この国の共存は幻だったの。あれはダナ人たちがケルザレクの手のものを破った声だ。ダナ人たちがレナ兵を。中心はダナの近衛兵と共存派のレナ人、それと僅差の猫とか言ったな。あんたがそいつらを取りまとめたのか。結局経緯はどうあれ、あんたの夢に救われた人たちがいるのは事実なんだ。そして今はそれを力を合わせて守ろうとしている。それは幻なんかじゃない。だとしてもそれはもう彼ら自身のものだ。そこに鋭は不要だろう。どこへ。鋭ブリガを終わらせに、そして二度と繰り返させない。鋭ブリガが続く限りこの国に真の平安はない。鋭ブリガはダナだけの問題ではないわ。レネギスやレナ本国ともことを構えることになるわよ。承知の上だ。この夢を10年で終わらせないためにはそうするしかない。それが私の償いだ。まやかしを本物にする気になったんだな。筋は通っているわ。ただ難しいというだけで。だったら俺たちと一緒にやればいい。なんだと。俺たちはダナを解放するために戦っている。あんたはこの国を守りたい。やることが同じなら協力した方が確実だ。違うか。ダナの解放者とレナのスルドが協力。面白いことを言う。だが客に招き返されれば応じるのが礼儀というものか。回りくどいんだな。おい、キサラがいないぞ。どこへ。ことが進んで一人になりたくなったのか。考えたら身内をなくしたばかりなんだよな。私たちにしても
まだ倒すべきスルドが残っている以上、これ以上の長居は無用だわ。今さら彼女に危険があるとは思えないし、ここを離れて先を急ぐべきよ。それはそうだな。あんたはいいのか、デュオハリム。彼女に関して今の私に何か言う資格はない。わかった。できれば挨拶くらいしたい。町を出る道すがら探してみよう。これからどうするんだろう。いろいろあったからな。